全日本プロレスを退団した三沢光晴が自由と信念を胸に理想のプロレスを求めて立ち上げたプロレスリングノア。箱舟がいよいよ出航の時を迎えました。今日の解説は佐久間和彦さんです。佐久間さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、いよいよ三沢ノアのスタートとなりますね。そうですね、もうこのね、リファイアケという会場に詰めかけたお客さんが本当に入りきらないぐらいですからね、はい、その一人一人から非常に期待感が伝わってきますね。グリーンのレーザー光線が飛び交う中、これより全選手入場式が始まります。入場口にスモークが焚かれました。そして三沢光晴の姿、リングへと伸びる花道を三沢が進んでいきます。超満員のファンの大歓声が響く中、新団体ノアがついにそのベールを脱ぎます。三沢が今グリーンのキャンバスに入っていった。24人の選手を乗せた箱舟がついに出航。時は2000年8月5日、この真っさらなキャンバスにこれから激闘の歴史を刻んでいきます。三沢を先頭にお揃いのジャージをまとった選手たちが続々と入ってまいりました。いや、これはすごい姿ですね、これね。そうですね、本当に新しいジャージになっていますしね、この花道を歩いて入場してくるというのもね、全日本時代にはなかったことですからね。そうですね。そして今日は会場の外でもチケットを買えなかったファンが駐車場に作られた特設ビジョンで箱舟の出航を見届けています。全プロレスファンが注目する旗揚げ戦、三沢が、小橋が、田上が、秋山がこのリングで躍動します。さあ、最後はひときわ大きな男たち、ノービアが入ってきた。大森、高山、こういったところもいます。三沢を頂点に選手たちが広がるように三角の形でリングに並びました。2000年8月5日、リファ有明、自由と信念を旗頭にいよいよノアの歴史が幕を開けます。さあ、まずは三沢光晴がマイクを取ります。本日はプロレスリングノア旗揚げ戦にご来場くださいまして誠にありがとうございます。今日この場からノアは新しい戦いへと出発します。旗揚げに際しましてファンの皆様並びに関係者の皆様には多大なご心配ご迷惑をおかけしましたが、レスラー社員スタッフ月並みではございますが、夢と希望を胸にこれからも力を合わせて頑張っていきますので、どうかよろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございます。三沢光晴が感極まった表情で旗揚げの挨拶、ファンにその決意を語りました。佐久間さん、はい、非常に三沢選手の気持ちが伝わってきましたね。そうですね、やっぱりね、この自分の団体を今からスタートするぞというね、いろんな気持ちがね入っているんでしょうね、はい、さて、ノアの旗揚げ戦は2連戦、8月5日、6日、ここビフォ有明で行われます。今夜の旗揚げ戦のメインでは三沢、小橋、田上、秋山、この4人がタッグマッチでぶつかります。チームの組み合わせは選手のコール時に判明します。これはもう大注目の試合ですね。そうですね、本当にね、旗揚げ戦で誰がこうリーダーになっていくのかというね、決める戦いになりますよね。そしてこの試合の勝者チームが明日のビフ有明大会のメインでシングルマッチでぶつかるということになっております。三沢、小橋、田上、秋山、ノアのトップ4人が箱舟の主導権をかけて激突いたします。